ちは。こんにちは。豊さん、はい、速報が入ってきました。うん、先月ですね、3月16日なんですけれども、9時過ぎですね、六本木の街角を颯爽とくわえたばこをしながら会員制バーに入っていくある選手の姿が捉えられたと。それが西武の金子選手だったそうで、同じ、同僚の相内投手らと一緒にその会員制バーにタクシーで乗り付け、貸し切られた店内ではグラビアアイドルも参加して3対3の合コンが行われていた。これをフラッシュに撮られてしまったということなんですけれども、カラオケなどで盛り上がったそうで、深夜2時過ぎ、女性とは時間差で店から出てきた金子選手は女性をタクシーに乗せて見送り一人帰宅したということなんです。ただ普通の時期であれば特に何もね、それは自由なんでいいんですけれども、今まさに新型コロナで世の中こういう時期ということなんですよね。で、球団側は3月上旬から外出とか外食の自粛を求めていましたと。で、今回該当する選手たちには模範となる行動をするようにと伝え、3月26日から選手やスタッフに外出及び外食の禁止を通達していたということで、この3月16日はその3月26日より前なんですが、これはもう開幕もずれますよという、オープン戦が終わった時だよね、翌日ですね、はい、という時期だった。ただ3月上旬からやっぱり外出外食の自粛を求めていたということなんですね。こういう時期じゃなかったらさ、はい、こういう時期っていうかコロナがなかったらね、はい、それはもう息抜きとして、キャンプからオープン戦終わって開幕を迎える前に、ちょっとほっとしたいとか、ちょっと楽しみたいとか、これはいいと思うよ、はい、だけどこういうご時世だからさ、はい、ちょっとがっかりするニュースだな。そうですね、特に今密室でこう、何人かいるところでのこう集まりはやめてくださいであったりとか、その3密って言われてるけどさ、はい、3密はここ最近の話だけど、はい、この記事は16日っていうことだよね、はい、だからそういうことも言われてない時期かもわからないけど、ただ開幕前にさ、これだけコロナが蔓延しててね、普通に考えたらよ、常識で考えたら集まりとかカラオケとか、そういうことはしないよね。だからやっぱこうちゃんと一人一人の自覚がさ、はい、ないと。でこの前の藤波もこの動画で上げたけど、はい、だけどこう結果さ、もう十数人の集まりだったわけでしょ。そうですね、食事会と、食事会って、外ではなくてどなたかの自宅だったようなんです、ね、でもさ、もうそういうやつとはもう付き合うなっていう感じだよね。そういう風な人を連れてくるような、そう、もうね、ここはね、人間性と人間のモラルが出てくる時期だ、だから結局自分が移っても人に移さないとかさ、はい、人を守るとかさ、もうそういう思考じゃないとさ、このコロナっていうのはなくならないしさ。そうですよね、だから一人一人のこう自覚っていうものがないとダメだしね、はい、で、球団はそう言ってると。でもこう球団に反してるわけだから、これはもう罰金もんだよね。でなりますね。なるなる。罰金とか人の命も今かかっているので、ちょっと本当に深く、で辻監督がさ、金子に対してどれだけの期待をしてたか。そうです、で一番として秋山が抜けて、お前が一番でやってくれよって期待されて、その期待に応えたらそれだけのものはもらえるのにさ、だけど気が緩んでるよね。だからちょっとこの記事はやっぱがっかりする。そうですね、豊さん率直にがっかりしたっていう。いや、やっぱりプロ野球選手ってさ、夢を与える、で青少年に与える、大人にもそう、ね、同級生ね、あいつもこれだけ頑張ってんだから俺ももっと頑張ろうとかさ、夢を与えていかなきゃいけないのにさ、なんか踏みにじってるよね、その夢を。そうですよね、きついことは言ってると思うけど、はい、俺はそう思うよね、感じる。これが何にもない時だったら息抜きで取られた、はい、金子もやるなって思うけど、でも時期が悪すぎるわ。そうですね、でもしこれで仮にこの中からコロナの陽性の方が出てしまった場合に、またいろんなところにこう、いやだから持ち帰ってて球団に広がったとしたらどうしたんだっていうことだよね。そうですよね、だからもう自覚というかさ、そういうものが欠乏してるというかさ、はい、震災の時にさ、ACのコマーシャル、はい、がずっと流れたよね。そうですね、ね、あれでサッカー選手も出てた、はい、いろんなオリンピック選手も出て協力をしてた、
あのコマーシャルに使われてたのは野球選手だけなんだよね。え、何全然。いや、なんでかわからないけど、はい、そういうこともやっぱ自覚として持っててほしいよ。やっぱああいうコマーシャルに使われるっていうのはさ、やっぱそれなりの人間じゃないと使われないわけじゃん、はい、でもあのコマーシャルに野球選手って一人も出てないんだよ。なんか日本プロ野球からっていうことは、結局この記事見て、あ、こういうことだからなのかなとか、だからそういうことを考え、つながってしまうじゃない、はい、だから本当にね、これは野球界だけのことじゃなくて、はい、もう世界的なレベルの問題になってるわけだから、だからそこら辺をもう一度ね、はい、認識、一人一人に認識してほしい。そうですよね。で、まあ、球団側も、まあ、言ってね、いろんな選手にそういうふうに言ってると思うんですけど、また今一度、もう一度何かこう引き締めるために何か伝えるとか、まあね、でね、あの言ってると思うよ、球団はもう一人の一人の自覚に任せるしかないんだよ、うん、でもこういうことが起きるでしょ、はい、だもう一度言うっていうのも大切、はい、もう口を酸っぱく言う、うん、脅しでもいいから、はい、もうね、だから一回球団も解散した方がいいね。そうですね、まあ、いろいろ球団もまちまちになってるじゃない、考え方が、はい、これはやっぱ初めてのケースだから、はい、どうやっていいかっていうのが分からないと思うんだよ、うん、で開幕も4月の24日これはまたずれるっていうことになってきてるだろうから、はい、可能性がね、はい、高いから、はい、だからもう一回解散して、はい、本当もう自覚を持った生活をした方がいいよ。そうです、これね、本当にあの野球界からコロナになって、もうなった選手がいるけど、これで本当になくなったって言ったらさ、もう開幕どころじゃなくなるよね。その野球界というものの存続であったりとか、うん、それと野球界だけのもう小さなレベルじゃないんだよね、もう世界的になってるから、はい、でもまずはやっぱこう、なんていうのかな、生きるというか、自覚を持つというか、はい、そういうことがやっぱ大事だよね。そうですよね、うん、これ今各球団の状況としては、そのまあもちろん練習試合はもうストップしてますし、その各自の自主トレというか個人の練習みたいなものっていうのは、その各球場でそれは行われてるんですかね、うん、今、まあ、やってる人間はいると思う。それはあの自分でしたいという選手には、うん、だその全部 その練習とかをストップとしてるわけではまだないということですね。そうだね、うん、だからやってる人間はいるよね、うん、あともう一つ記事で今賛否両論が出ていたのが、あのメジャーリーガーに今年からなったの山口俊投手の話で、はいはい、もちろんメジャーリーグ開幕をしてますし、うん、今練習が一切できないので、その帰国してジャイアンツの球場をそこで貸して練習させてほしい、うん、で一応球団側はあいいですよとは言ったものの、今それがちょっと賛否両論を生んでるという記事も出てまして、うん、まあ、陰性であればさ、はい、でも2週間かかるわけでしょ、あの潜伏期間とか、潜伏期間もありますし、いろいろで今戻ってきた場合って確か2週間 の海外の方って例えば隔離であったりとかいろいろあると思うんですけれども、そのあたりも含めて、うん、まあでもなんていうの、その一人がさ、はい、そうやって参加するっていうことに関して、はい、今もうピリピリしてる状態じゃない、そこにいいですかみたいな、もうみんなが動かなきゃいけないわけよ、はい、その山口のことで、うん、話し合ったりだとかさ、もうそういう余分なことをしない方がいい、うん、しかもそのアメリカからだって自分はアメリカに行っちゃったわけでしょ、はい、ポスティングで、はい、そしたら、まあ、確かに練習場は欲しいと思うよ、はい、だけど自分が一言発することによっていろんな人間が動いて、はい、いろんな人間が話し合わなきゃ許可なんてすぐ下りないよ、そりゃこの時期に でアメリカがひどいって、はい、でもアメリカに入れないから帰ってきたって、うん、そういう人間を簡単に入れれるとは俺思えないもん。だって今球団を守ろうとしてんのに、はい、選手を守ろうとしてんのにまた余計な選手が入ってきたって、これどうするって、じゃあ検査をちゃんと受けて、うん、ね、陰性だったらいいですよ、陽性だったら もちろんダメですよみたいな、そうなるじゃない。だからそういうさ、迷惑をかけてほしくないよ。そうですね、自分の思いだけで、思いだけでって、ね、それだったらジムかなんかとか、はい、ね、そういうところに行ってできることっていうのはあると思うんだよ、別に球場使わなくたって。だって現にあのメジャーリーガー皆さんね、日本に帰国してるわけではないですし、ダルビッシュ投手も自分 その相手に迷惑かからない中でトレーニングを自分でしてますし、前田健太投手も自宅で家族と過ごされてますし、うん、それぞれに皆さんやっぱり自粛して
いる中ですもんね。そうだよ、うん、だからねもうね人に迷惑かけない今は、はい、ね、で一人の意見が一人歩きするといろんな人が動かなきゃいけなくなるということ、はい、それと感染しないっていうことはもちろんだけども、はい、感染させないということが大事。そうですよね。感染させたらその一人が分からなくていろんな人に移すから、だから感染したらもうすぐ公表する、はい、ね、個人は、うん、ね、でもう遮断する、隔離する、自分で、うん、だからもう自分の人間性が出てくるから、ここは、うん、人間性を大事にね、はい、しないと、うん、もう本当にこういう記事が出て残念だけど ね、 そうですね、まあ映ってないこと、陰性であることを願うけど、うん、まあ出てないっていう、うん、でもこういう行動はもうご法度だよね。絶対そうですよね。だからもう一度ね自覚して、はい、今若い人は大丈夫って、免疫力が高い、体力がある、他の病気と、もう持ってない、持てない病もないから、いやだけど、はい、もうよ世界的に見ると、はい、もう亡くなり始めてるんだよ、若い方もね亡くなってますし、ね、うん、プラス私なんか実家で住んでるんですけども、父も母も高齢ですし、やっぱり持病があるので、私がもし仮に移ってきて家に持って帰ってきてしまった場合は、例えば両親の命を私が奪ってしまう可能性もやっぱりある、ね、というふうに考えると、やっぱりそこはやっぱり怖いですし、はい、そこはやっぱりこう自分は若いからかかっても発症しないから大丈夫だとか、そういうことじゃないんだっていうのをやっぱり本当にちょっと強く感じたので、今回のことでもやっぱり自覚って大事だなって。いや、まあやっぱね、ストレスになるよ、うん、ね、今まで外出たら楽しかった、うん、みんなで、はい、食事して楽しい、うん、ね、一杯飲んで帰ろうか、う、ね、歌って踊ってみたいな、うん、ね、ああ今日は楽しかった、ストレス発散だみたいな、うん、そういうことが今できない、はい、やっちゃいけない。でも政府の対応も遅い、なんかそう感じますね。感じる、何をこまねいてんだって、うん、これはもう本当にね、これまあ生活があるからさ、それ社会的な、はい、経済もあるからそれは難しいと思うけど、はい、でもまずは何が一番大切だっていうのはさ、うん、コロナウイルスを死滅させるっていうのが、封じ込めるっていうのが一番大切じゃない。はい、両方取ろうなんて、いいとこ取りなんてできないよ、これは、うん、この病気は多分、この感染は、はい、だからまずは一番はコロナでしょ、はい、だからコロナに集中してほしいよ。そこはそうですね、うん、薬の開発ができるまで、じゃあどうやってしのぐか、どうやって感染を防ぐかとか、はい、もうそこしかないと思うんだよ。そうですよね、うん、なんか本当にちょっと今回の記事を見て、一人一人がもっと自覚を持って行動しないと、命に関わることなので、うん、すごくちょっと痛感させられました ね、 ね、今回、はい、はい、まあ、自覚を求めます、はい。